背景です。今回は平石ヘッド球団移留も対談ということで、今回はですね、平石ヘッドコーチが対談という報道が出ましたので、そのことについて話していきたいと思います。はい、それではですね、平石ヘッドが対談へということで話していきたいと思います。西武の平石祐介ヘッド兼打撃戦略コーチが今期限りで対談することが7日分かった。19年に楽天の監督を務めた平石はソフトバンクを経て、22年に打撃コーチとして入閣、23年から PL 学園の先輩である松井監督の右腕としてヘッドコーチを務めた。長崎は5位、今季も3年ぶりの再開に沈んだ。松井監督、渡辺 GM 兼監督代行の対談が決まっており、球団から移留された平石氏もけじめをつけて対談することになったということでですね、まあ、平石ヘッドコーチが今回対談をするという報道が出ました。まあ、以前はね、退任という報道は出ていたんですけれども、まだね、対談っていう風になってなくて、まあ、ヘッドコーチはね、鳥越さんに代わるっていう話があったんですけれども、まあ、平石さんどうなるのっていう、ところがあったんですけれども、まあ、今回改めて、まあ、対談を、することになったということになりました。まあ、はっきり言ってですね、まあ、もともとね、松井稼頭央さんにこう誘われてね、まあ、ライオンズのコーチになったというのがあったんですよね。松井稼頭央さんが2022年だったかな、一軍のヘッドコーチになったタイミングで、まあ、呼んできて、で、その時にライオンズのこう打撃コーチや総合コーチとかにね、なってですね、まあ、そこから松井監督が、まあ、監督に就任をされてからヘッドコーチとして、まあ、2年間ね、支えてきたということになっているんですけども、一応ライオンズは3年間ね、コーチを務めたということになりました。まあ、ただですね、やはり今シーズンね、まあ、なかなかこう結果を残せなかったというところで、松井稼頭央さんがね、まあ、5月に休養をしたんですよね。まあ、その時点で、まあ、おそらくも平石さんもね、まあ、今年限りかなというふうに僕も思っていましたし、まあ、それが規定路線だったと思うんですけれども、まあ、今回改めてね、もう対談が決まってしまったということになりました。まあ、球団としてはね、ヘッドではなくまた違う形でおそらく残したかったと思うんですよね。まあ、かなりこういろんな球団で、まあ、コーチ経験、監督経験をされているっていうのもありますし、まあ、おそらくね、二軍監督だったりとか、まあ、もしかしたら二軍のコーチだったりとかね、まあ、そういった形でおそらく、まあ、残したいっていうふうに思っていたんではないかなというふうには思いますが、まあ、一応本人がね、まあ、それを断って、まあ、今回ライオンズから退団するということになりました。まあ、本来であればね、もともとこうライオンズでコーチやるっていうのもそんなに乗り気ではなかったんですよね、平石さんは。まあ、でもやっぱり稼頭央さんにもお願いされたからっていうところで、まあ、よしやろうっていうふうに思って、まあ、ライオンズのコーチに就任されたという経緯があったので、まあ、めちゃくちゃコーチ自体の職業がね、こうめちゃめちゃやりたかったってわけじゃなくて、稼頭央さんと一緒にやりたかったっていう部分が、まあ、かなりこう平石さんの中で強かったと思うんですよね。だから、まあ、稼頭央さんもね、今回対談になるっていう報道もありましたし、まあ、監督もね、こう辞めてしまうっていうことになったので、平石さんとしてはもうライオンズに残る理由が正直ないわけですよ。まあ、もともと OB としても楽天の OB ですし、まあ、ライオンズの OB ではないわけですから、まあ、そこを考えるとね、正直、まあ、今回これ対談っていうふうになってしまったのは、仕方ないんじゃないかなというふうには思いますね。まあ、もしかしたらね、平石さんが二軍監督をやるっていうふうになっていたかもしれないので、こう二軍監督、まあ、誰がなんのかっていうところもそうですし、まあ、本当にね、とにかくいろいろとね、人事について結構動きが出てきております。まあ、鳥越さんももちろんそうですし、西口新監督、さらには大石達也さんが、まあ、二軍のコーチから一軍のコーチに上がったというのもありました。まあ、そういった部分でね、また今後もいろいろ、まあ、まだ打撃コーチだったりとかもね、どうなるかってところありますので、まあ、人事についても今後どんどんね、情報出てくるんじゃないかなというふうに思いますから、またね、何か情報があったらお伝えしていけたらなというふうに思います。あとはね、まあ、フェニックスリーグも昨日から始まっていますし、まあ、何より明日ライオンズの今シーズン最後の試合がありますので、まあ、またね、何か新たな情報出てくるかもしれないので、まずはしっかりとね、明日の試合カットしてなというのもありますし、また何かあったら動画でお伝えしていけたらと思います。以上です。はい、今日もありがとうございました。普段はですね、ライオンズの分析や解説、考察、そして最新情報などの動画アップしております。皆さんのチャンネル登録、そして高評価がね、僕の励みになりますので、よろしくお願いいたします。今日も最後までご視聴ありがとうございました。